いかにお前が世界観、お客さんに世界観を引っ張り込むか最初ので、はい、それで全てが決まったら、はいはい、みんなの今まで積み上げてきたものを、はいはい、お前はこう背負ってんだよ。背負ってるな。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。でした。最初これなんかでいいよ。背負って本当にやめて。いかに最初で分かったか、お客さんを引っ張り込むか分かったか。タモさん、はい。語りかけるとしたらどう語りかけるか。こっちがかも。はい。いやーみんな。はいはい。で、初めのポイントは、初めはリアルみんなこのところ何してるのまずいきましょう。はい。いやーみんな、こんなところで何をしてるの？映画を見に来た？はー、映画なんて3分も見たらおしまいまで分かっちゃわない？パッと振り返りつつ、最後彼女を見たら、聞こうとしたら、思い出して、あ、そうそうそう、全部カメラ目線で。はい。さて、そろそろ時間みたいだ。それじゃ、僕はもう行くよ。そうそう、それからちゃんと映画は楽しむこと。映画文豪ストレイドッグスビースト、未来は誰にもわからないってね。映画で前説もしちゃうんですよそんなことある？でもあの嬉しいですね、こうやって少しでもキャストとしてメンバーとして呼んでいただけるのは、僕が僕のねわずかな力でも分析を少しでもね、よくできるんであれば全力で頑張りたいと思いますので、ひとまずもう今日で僕の9割は終わったのであと本編はもうワンフレーズしかないので、ちょっとねやっぱ本編に命かけていいフレーズ出しにいけたらいいなと思います。はいよ、アクション。僕の調水に不可能はない。はい、オッケー。じゃあ、おい、短い間でしたがすごい楽しかったです。最後まで皆さんが無事に終われるように祈ってます。もしまた機会があれば次はアクションやらせてくださいありがとうございました。